はい、皆さんこんにちは、マイニーです。全然動画と関係ないけど、今日はね、この T シャツなの。この T シャツなのとか言って、見せ方がダサい。はい、かっちゃんの T シャツ着てます。わーい、自慢です。自慢になるかどうかわかんないけど、自慢です。はい。で、全然関係ない話しちゃったけど、今日は、セリアさんで見つけた、こちらのパーツ、装飾パーツ、デコパーツ、ミニシュガーグミ。まあ、なんかちょこちょここれ見たことあるんですけど、こういうパーツ。なんか、ネイル用で見たことあるのかな？ネイル用なのか、まあまあ、アクセサリーとか、デコパーツにって書いてあるので、まあそういう装飾用のパーツなんですね。これめっちゃ可愛いなと思ったので、こちらを今回はやっていきたいと思います。まあこのなんか、見えますかね、シュガーだからつぶつぶっぽい感じなんですけど、それがトップを塗るとね、どうなるのかっていうのも、まあ若干気になるところではありますけど、まあやっていきたいと思ってます。はい。ということで、最後まで見ていただけますととっても嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。はい。ということで、こちらですね、やっていきたいと思います。もう私の盆栽が気になっちゃって自分でも仕方ないんですけど。はい。こちらですね、可愛くないですか？ちょっとシュガーっぽい感じ。これ、すごい大きいから、まあ、乗せるだけになる気がするけど、やっていきたいと思います。はい。で、あと、ちょっとこれとは関係ないんですけど、これもね、セリアさんで見つけたクリアトレイってやつですね。これ、すごいいいサイズだったから、こちらもちょっとね、一緒に紹介したいなと思って買っちゃいました。これもう先に出しちゃおう。これかわいいよね。かわいいよ、これ。ちょっとこれにね、このパーツとかも出して乗せてとかやっていこうかなーって思ってます。かわいい。あ、ちょっと全然見え方。はい。かわいい。クリアだから分かりづらいけど、かわいい。一応このパーツを先に一緒に見ていこうかなと思うんですけど、一応バーコードはこちらです。さあ、開けちゃおう。なんか、色は、1、2、3、4、5種類あるのか。で、形が1種類につき2つずつあるのかな。ちょっと出てきちゃった。あ、まあいいや。ついでに。ちょっと。横が空いてたよ。ここが空いちゃった。ちょっと待って、もう横からみんな出ておいで。こんな感じで5種類、2個ずつって感じでありましたんで。まあ、こういう感じで使っていくか。かわいいね、この並び。めっちゃかわいいんですけど。はい、こういう感じでやっていきたいと思います。ちょっとね、ベースのカラーとかどうするか全然決めてないんですけど、どうしたらいいかなって今ちょっと考えながらやっていきたいと思います。はい、ということで、色味はこの色味と、パーツはこんな感じでやっていきたいと思います。どうしようかね。全部はちょっとやらないと思うんですけど、まあ何個かやろうかなーって思ってます。はい。じゃあまずは、これとこれ。ジェリーイエローと、ジェリーグリーンでいきます。ちょっとね、両方とも開けといて、まあ、乗せ方的にはなんかそんな変わった乗せ方はしません。今日は、この撮影が終わったら、息子を迎えに行って、その後ゲームセンターでお魚釣りをします。お魚釣りっていうか、あれだよ。釣りスピね。リアルな、なんかお魚釣りゲームみたいなやつ。大ハマりしててさ。大ハマりしてて。はい。イエロー、グリーンって感じでやりました。ちょっと乗せるか。で、ちょっと筆がね、ここで色ついちゃうんで、戻す前に、キッチンペーパーで拭いて戻します。はい。で、一旦硬化します。はい。硬化しました。ちょっとグリーンが弱いから、グリーンをちょっとだけ足して、はー、楽しくなってきちゃった。はい。じゃあ、硬化します。はい。じゃあ、これ、硬化したんで、パーツ乗せる前にもう一個いきます。もう一個は、ジェリーオレンジと、さっきちょっと出さなかった、これもうちょっと追加します。ジェリーホワイト。この二つでいきます。さあ、そしたら、ジェリーオレンジ。これもチップの上で色が混ざるから、後でキッチンペーパーで拭きましょう。もうこの乗せ方はね、ご自由になんですけど。よし。じゃあ、硬化します。はい。じゃあ2つできましたので、かわいいね、トローンとしてて。ここで、これ、アイシングジェルを用意します。で、今回つけるパーツがね、結構大きいので、これを上手に固定できるように。よし。まずはお星様。かわいいな。これトップ塗ったらどうなるね。トップちゃんと塗るのと塗らないので分けようかな。こう。超かわいいんですけど、はみ出すんですけど。はみ出すんですけど、真ん中かな。このハートさ、割と形が結構丸っこいからハートじゃなくなっちゃうかな。根元かわいいね。めちゃくちゃかわいい。さあ、では、アイシングジェルを取りまして、この辺だったかな。ちょっと多めにつけといて、で、どの向きでのせた？私さっき。こうでいくか。はい。こんな感じですね。じゃあ、これで一旦硬化します。はい。じゃあ、このハートちゃんもつけましょう。めちゃくちゃ可愛いね。めちゃくちゃ大きいけど。で、今回はまあ、大きいからこそ、こう、乗せるしかないから、ポンって乗せるしか私も思いつかないから、いろんなカラーバリエーションで、いろんなパターンでね、今回は作ろうかなと思いました。はい。可愛いね。じゃあ、硬化します。はい。ということで、2つ硬化しましたんで、これ、ちゃんとトップを塗って、塗る方と塗らない方にしようかな。にしたいと思います。で、一応こう見てもらうと、やっぱり隙間があるので、まず隙間は埋めましょう。アート筆とかにして、この隙間にアイシングジェルを入れていきます。めっちゃかわいいね。ここね、埋めとかないとね、引っかかるからね。で、一応、周りもちょっと埋めとくか。よし。じゃあ、これ一回硬化します。はい。じゃあ、両方埋めたので、これでトップをしていきたいと思います。じゃあ、まずは、こっちをトップで全面覆ってみよう。どうなるんだろうね。この白いつぶつぶ感はなくなると思うんだけど。でもちょっとだけ残るか？このつぶつぶ感。でも白っぽさはなくなるね。透明感が増すというか。これはこれで可愛いな。可愛い。チュルンとしてて可愛い。が、モニター越しだとなんかあんまりわからないと思うんですけど、肉眼で見ると白いつぶつぶ残ってるんだよね。あ、可愛い可愛い。ちょっと一旦これで硬化しますね、これは。よし、硬化します。はい。ということで、全部トップを塗りました。おっとっと。今一応ね、この色をのせたよっていうのが分かるように上にも置いたんですけど、どうですか？めちゃくちゃ可愛いね。はい。ちょっとじゃあ一個ずつ見ていきましょう。なんかの上に置こう。まずこのね、黄色と緑のやつはのせるとこんな感じです。で、トップ全面に塗ったんですけど、わかりますか？こうザラザラ仕上げだから、トップ塗ってもしっかり塗らないと、ちょっとザラザラした部分は出ちゃうかな。だから、まあ、ザラザラが引っかかるから、まあ、どちらかといえば全部やっぱ覆っちゃった方がいいかなと思います。しっかりめに。ここもね、ちょっとトゲトゲしてるんですよね。だから、このシュガーっぽい感じはなくなっちゃうけど、でも、なんかめっちゃ可愛くないですか？いい感じだと思うんですよね。はい。可愛い。で、もう一つの方が赤っぽいやつ乗せたやつはトップ塗らずにやりました。そうするとこんな感じです。まあこれはそれは可愛いよね。ただね、やっぱ引っかかるんだよね。ザリザリしてて。可愛いけどね。でもこのザリザリが気にならないよーってことだったら、まあしっかりめにちょっと周りをコーティングして取れないようにしてあげて、引っかかったりとかするところがないようにしてあげればいいんじゃないかなと思います。かわいい。てかこれ並ぶとめちゃくちゃかわいいね。はい。で、この2つが今さっきやったやつね。で、次がベースのカラーはこの2つ。で、パーツはこの色を置きましたね。薄いブルーとパープルなんですけど、ベースのカラーが結構しっかりめの色だったんで、パーツがね、ちょっとクリア感もあるやつなので、下の色が結構ね、こう反映される感じですね。すごい統一感。パーツ自体はトップ塗ってません。かわいいね。かわいい。ただちょっとやっぱり引っかかるかな。星がちょっとね、角が出るから、引っかかりがあるかもね。ハートとかの方が、トップ塗らないんだったらね、表面。ハートの方が引っかからないような気もする。とにかくかわいい。で、次が、このピンクと透明みたいなやつを乗せたんですけど、下の色を黄色と、ジェリーイエロー。とジェリーピンクね、この2つをのせたので、このやっぱ下の色の方が強くて、のせたら下の色になっちゃったなんとなくなんかピンクがあるようなって感じだね。桃みたい、かわいい、美味しそうで、これもトップ塗らない感じでパーツの上をねやりました。かわいいね、めっちゃかわいいんですけど。でもで最後がピンクとパープルかな、透明とパープルかな、薄い色なんですけどの同じ色をのせたんですが、これもジェリーパープルとジェリーオレンジをベースに塗ったらこういうことになりました。下の色がめちゃくちゃ影響しているという。でもこれめっちゃ可愛いね。でこれはハートなんですけど、トップ全部塗りました。そしたらなんかハートなのかっていう感じにはなったけど、可愛い、とっても可愛いなって思います。はい、という感じになりましたね。実用的なのはトップ塗った方がいいような気もするんですけど、ザラザラが気にならないのであれば、ハードだったらそんなにこう角とかないから、まあ表面トップ塗らなくてもいいのかなと思いました。うん、かわいい。並ぶとめちゃくちゃかわいいね。とってもかわいいです。はい、という感じで今回はね、このデコパーツミニシュガーグミというものを使って、まあただ乗せるだけなんですけど、いろんなカラーの組み合わせでやってみました。いかがですか？もうどれも可愛くって全部やりたい、私は。ちょっと透明っぽいから分かりづらいかな。一旦ちょっとこれに乗せてみるか。はい、こんな感じでした。めちゃくちゃに可愛いです。夏っぽくていいね。皆さんはどれが好きですか？私はどれが好きか選べません。はい。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあ、バイバーイ。